はい皆さんこんにちは。本日はですね試験に出るノートの会ですね。ま第4弾なんですけれども、ま民法改正ですねに対応したということで出るノート会ということで今年もやります。で今年はですね生講義の他にあのウェブでもですねご覧いただけるようにいたしました。まずですねこちらご覧ください。はい試験に出るノート会ですね。 えー、10月14日水曜日に水道橋本校で、えー、13時から20時までですねこちらは生講義です、はい、そして、えーまあ、通信ですね、えー、こちらはウェブそれからあの DVD ですねこちらの方はあの9月29日ですね発送開始ということになっております、はい、でオリジナルレジュメということでこれがまさに試験ンデルノート会ですね,これですね、はい となっておりまあと、はいで,ね、で少し中身も、えー、ご覧いただきますけれども、えー、まずですねこのオリジナルデジメですね、えー、まあ権利関係からあの宅建業法そして法令上の制限、えー、3冊ございますそしてまあ各2時間ですねということで、えー、6時間ですねの、えー、講義となりますまあ途中休憩がありますので、えー、13時から20時ということでですね 1> まあ1時間多く取ってありますけれども、も、えー、中身のね、えー、講義自体は6時間です。ですね。はいで、法令上の制限は免除科目は含まれておりませんので、ご承知ください。ですね。はいまあ、ということでですね、えー、試験に出るノート会ですね。はい、えー、こちらですね。あの公表いただきまして、えー、毎年多くの方に受講いただいております。そして、えー、またですね。毎年的中させております。 今年もですね、頑張って当てますということです。はい。えー、そこでですね、あの聞合を入れて問題を今選んでおりますね。まあということで、えー、皆さんにですね、えー、最新の情報そして合格への、えー、まあ必要な知識ですね、これをご提供しようとまあこのように、えー、頑張っております。はい。よろしいでしょうか。はい。ではですねこちらですね、えー、ご覧いただきますと。 えまずです、ね、あのまずこちら、えー、受講料ですね、こちらご覧いただきたいと思います。はいえー、こちらですね、まあ、の通学の場合と、ですねそれから通信の場合、料金が異なりますので、ご注意ください。よろしいでしょうか。はい、ですね。こちらがまあ料金ということになっております。ねはい、よろしいでしょうか。えー、まずこの日程でということです。いいですね ででは早速ですね、あのどのくらい当たっているのか、えー、ということでですね、当たってますと言っても信用できませんのでね、まあ、そこで、えー、昨年のですね、あの問題的中実績ということです一部ですけれどもね、ご紹介したいと思いますあとはまあ私のブログでですね、まだ中途半端なんですけれども、えー、一応です、ね、あの当たった問題ですね、まあ、それを、えー、まああのアップしておりますので、えー、そちらをご覧いただくのもいいと思います。 でではですね、早速こちらをご覧ください,、はい。ですね。こちら2019年の本試験でこのように出たということです。ですね。はい、まずあの問い位置の問題ですけれどもこちらですね。よろしいでしょうかね、えー。まず意思表示の問題ということですね。えー、それからこちらですね。ここが出るノートの部分です。はい、よろしいでしょうか。 まあ、デルノートでこのように書いてありましたでこの知識で、えー、この問題を解くことができましたということなんですね。はい、そして、えー、さらに問いの2ですねこちらの部分は、まあ、改正対応になっていますけれども、まあ、昨年の問題でいきますと昨後の問題ですね。えー、ということでこれが正解史ということなんです。ですね えということでね、まあ、昨年はあの表現変わっておりましたけれどもね、まあ、今年の試験に合わせれまして、えー、表現ね、あのー、まあ本試験の問題とちょっと変わっておりますけれどもねはいまあ作語の場合、えー、こちらですねあの改正によりまして、えー、まず取り消しができると。 いうことです取り消しですねそして、えー、まあの表現としましては法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものについての錯誤があるとこのような表現を使ってきますそして錯誤、えー、の取り消しを主張するには、えー、憑依者要するに錯誤、えー、というのは勘違いですから勘違いした人に重大な過失がないということです、えー、まあ、そもそも勘違いですから、えー、勘違いですからね えー、はあるわけですよ過失ゼロの勘違いって完全無欠の勘違いってないですもんね。まあ、ということでまあ経過室の場合は、まあ、そもそも勘違いですからね、えー、しかし重大な過失これはそこまで面倒見きれないということです。いいですねはい、そしてですねあの、まあ、改正のところをちょっとお話ししますけれどもあの第三者との関係ですねこれも改正によって、えー、変わっておりますので気をつけてください。 第三者に対してはあの全員無過失の、ね、第三者に対してはですね錯誤、えー、の取り消しを主張することはできないということですね対抗できないということになります。まあ、ということでですね、まあ、改正点のところです,ですね。はい、でその他ですねこちらですね同じく。 問いの12ですね権利関係ではちょっと飛びましたけども問いの12借地釈,釈迦法ですねまあ、毎年2問出ますので、えー、こちらはもう力を入れていただきたいところなんですけれどもこちらについてもやはり正解書の部分ですねはい的中ですはいでデルノートにはこのように書いてあったということですねはいまあ、この部分が試験に出るノートのね、えー、部分ですね抜粋したところですよろしいでしょうかいいですねはいよろしいですね はい、そして、まあ、こちらね、正解の根拠はここの部分なんですけどね、はいまあ、転職人がいた場合ですね、えー、通知をしなければ対抗できませんよという話ですね、はい。で、その他ね、定期建物賃貸借ですね、こちらの部分も重要な知識です、ですね、まあ、上の部分ですね。はい、ということで、定期建物賃貸借の部分。 こちらも重要知識ですので、あのこのようにね、あの出るノートには書いてあります。毎年1問ですね。まあ、選択肢の1本でも出ることがありますいいですね。その他法令上の制限来ます。はい、こちらですね。法令上の制限のところですけれども、これちょっとミスプリートイのになってますけど、えー、都市計画法の問題ですね。はい。 でこちらの部分はあの1番2番3番正解の選択肢ではなく誤りの選択肢3つこれが出るノートに書いてありましたということは、まあ、消去法でですね選ぶことができるということなんですね。まあ、ということでこのように、えー、知識ですね押さえていただければあの、まあ、正解の選択肢そのものの、えー、知識がなくても、えー、このように間違いの選択肢3つがですね、えー、分かれば。 残り一つが正解ということがわかりますですね。はい。で、まあこのようにですね。まあ、デルノートではですね、野球場、テ球場の面積の見方、それから農林漁業用建築物ですね。はい。農林漁業用建築物のまあ、要件ですね。これらもデルノートには書いてあります。ですね。はい。よろしいでしょうかね。 まあそのほか、ね、法令上の制限におきましてはですね、えー、まあ昨年の部分ですけれども例えば、ですね、用途規制のところですね、建築基準法です。こちらなんですけれどもこれですね、ちょっと大きく移しますねすべ、はいまあ、ての用途地域に建築できるもの。 でありますですね。まあ、そこで、えー、この診療所保育所のほかに養護連携型認定子ども園があります。これ正解肢でした。まあ、ということでデルノートにねこのように書かれておりました。まあ、ということでですねあのこのような形で的中しておりますですね。まあ、ということで、えー、試験でレルノートですねこのようにあの多くね適中させています。えー、今紹介したのたったのまあ四、えー、問じゃないかと。 あの食られちゃいますけれども、も、えー、他にもですね。あの的中しておりますえー、特に宅建業法の場合はえー、まあ、むしろね。当たらない方がおかしいくらいですけれどもね。まあ、ということで、あの宅建業法も、えー、的中しております。ですね。まあ,あの比較的当たりにくい法令上の制限、それから権利関係でもまあ、このようにですね。当たっているということです。まあ、その他あのブログであのご覧いただければと思います。えー、まあ、レックのホームページをご覧いただきまして。 そして、その中でですね私の絵が載っているあの顔が映っているところですねそこに私のブログのリンクがありますのでそれをご覧いただきますとですねあの昨年のところとそれから出るノートではこう出たというふうに載せてありますのでそちらの方をご確認いただければと思います。はいまあ、このように試験デルノートですね 的中もしております。そして限られた時間で、まあ、大事なところをですね、皆さんにお伝えするということです。ですね。まあ、例年多くの皆さんにもお受けいただいておりますので、ぜひね、あのこのデルノートを活用していただきまして、そして合格を勝ち取っていただきたいと考えております。よろしいでしょうかね。はい。えー、まあテキストはねこちらです。 ですねまあ、中身ちょっとね、えー、ちら見せをいたしますけれども、まあ、このようにですね、出るー,ート表でまとめてありますし、それからまあこのような絵ですね、もあります、これが権利関係ですね、それから、宅検業法ではですね、えー、最後にね、この付録で手続き総合っていうのがありまして、まあ、こちらですね、あのまあ、講義の中でお話しするわけではありませんけれども、いろいろな場面を設定しまして、 何が必要なのかを考える、まあ、あの要するに変更の届け出とかね変更の登録とかありますね、まあ、そういったことについてのですねあの事例によっての考え方ですねこれが付録で載せてあります、はい、例年公表なんですねそれから法令上の制限ですけど改正点の部分ですね、えー、こちらの部分も、えー、載せてあります、えー、建築基準法の、えー、今年の改正ですねこれも載っておりますですね。はい それから12月試験になってしまった方のために、まあ、保険ということでですね固定資産税とかですねそれから登録免許税といったところですね、まあ、出そうなところですねそれから贈与税というところですねこの辺が狙われる可能性があるということで一応ですね予想問題入れておきました。はいまあ、これらがでですすねね、まあ、デルノートのの今年のです、ね いいうところで違いで違すね、はい、でその他、まあ、このように語呂合わせも載せておりますしね、はいまあ、ということでこれらを、ねえー、使っていただければ短期間で、まあ、多くの知識を身、ね、につけることができます、えー、その他農地法の考え方と練習問題とかですね、まあ、このようにえ載せてございます、はいまあ、ということでね試験に出るノート回ですね、はい、これを 最大限使っていただきまして、そして今年の合格勝ち取っていただきたいと思いますいいですね。はい、よろしいでしょうか。はい。ではまあ、あの短い間でしたけれども、以上でねデルノート会の紹介をさせていただきました。はい。では皆さんお疲れ様でした。